こんにちは。今回ご紹介したいのは選択についての話です。チョイスですね。選ぶ、物を選ぶということ。物を選ぶ際に選択肢が多すぎると人間は不幸になってしまうという話についてです。これは高度経済学や心理学では有名な話なんですが、皆さんは選択肢が増えると幸せになる感覚を持っているかと思います。服であったりお店がそうですし、人生で自由に選べていろんなものが選べると、その結果幸せになるという感覚を持っている方も多いんじゃないでしょうか。私もそうでした。今から選択肢が増えるとどうなるのかについて説明していきます。まず迷う時間が増えますよね。で、迷って悩んでから選ぶから、選ばなかった選択肢に対して後悔してしまいますよね。ずっと後悔するわけではないですが、まあ、迷う時間と、まあ、後悔している時間というのがあるわけですよね。まあ、そうすると悩んだ時間というのが選択肢が多ければ多いほど増えてしまうんですよ。この迷いとか悩みの時間が選択肢が増えれば増えるほど比例して伸びてしまうと。だから選択肢が多ければ多いほど人に不幸をもたらすということが分かっているんです。だからといって人に与えられた選択肢を何も考えずに鵜呑みしてしまうというのは、それはそれで違うと思うんですよ。じゃあどうすればいいのか。それは選択の基準を持つということをお勧めします。選択肢を大体3から5程度に絞るための基準を自分の中に持つということを強くお勧めします。今回は僕の選択肢を絞るためにやっていることを紹介します。例えば、まあ、レストランに行きますと。イタリアンのスパゲティのお店に行きましたと。パスタが5個、飲み物が5個くらいなら、まあ、すぐ選べますよね。ところがそのお店がパスタの専門店で、メニューが20種類ぐらいありますと。その中で選んでくださいと言われると選べないですよね。これは選択回避の法則と呼ばれるんですが、大体人は選択肢が3から5くらいがベストで、それを超えてしまうと大きく選べなくなるし、選択するのに大きなストレスを感じてしまうんですよね。じゃあどうすればいいのか。それは瞬時に3から5ぐらいに選択肢を絞れる基準を自分の中に持っておくのがいいんですよね。例えば僕なら今まで食べたことのないメニューを1つ選ぶということを基準にしています。まずメニューを開いてみますよね。そうするとよっぽど変わったお店に行かない限り、食べたことのないメニューが20や15あるっていうのはまあないんですよ。そうするとすぐにその選択肢を3から4に絞れるわけですよね。そしてその中から自分が一番初めにピンってきたもの、直感で選ぶっていうのを第二のルールにしています。こうするとほぼ瞬間的にメニューを選べるわけですよね。また自分で決めた基準から選んでいるので、自分でちゃんと選んだという意識が頭の中に残るため、自分で決めたルールで選んでいるので、そうすると後で選択肢を後悔することもなくなるので、選んだ後に後悔をしてしまうっていう方は、こういう基準を作る、選択肢を絞るルールを作るということをね、するだけで思い悩まなくて済むので、ぜひ試してみてください。全部ルールを作るのは難しいかもしれませんが、こういうルールを何度も作っていくと、いつかルールがなくても直感で選べるようになると思います。ぜひ試してみてください。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。